いつの間にか夏が過ぎ、心地よい涼風から肌寒くなる季節へと変わってまいりましたが、いかがお過ごしでございましょうか。六村の雨神社も次第に秋色に染まってまいりました。秋の実りに感謝をして、厄除けをして、来たるべき冬と新たなる新年を迎える準備をする時期となりました。六村の雨神社では11月20日に日滝祭を執り行い、この動画をご覧のあなたとご拝礼いただいております。皆様の災いを払い、安穏を祈念申し上げます。お近くにお立ち寄りの節はお寄りくださいますと、大神様もお喜びになります。寒くなると人恋しくなります。弁天様もあなたを応援されておられます。ぜひとも参詣されますようお待ち申し上げております。遠方の方はこの動画にお祈りいただくと大神様に届きますので、お手をお合わせください。あなたにご加護がありますようにお祈り申し上げます。